チャンネル池谷です。今日は金沢雅人さんの写真展、ね、ネイキンでいいですか、ね、ネイキンです、何語ですか。スウェーデン語です。スウェーデン語、はい、こっちはアブソクニング、アブソクニングです、はい、スウェーデン語です、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはい、アブソクニングというのはスウェーデン語で、スキャニングっていう意味なんですけれども、なんか撮影して、なんかこれペンライトで、だけでこう暗闇の中でこう女性のヌードに対して、光を当てながら撮影をしていったんですが、なんかそういった撮影している行為とか、その光でなんか物質を読み取っていくようなことが、なんかこうスキャニングをしているような、感覚を覚えたんですね。でまたちょっとそういったことを覚えたんで、なんだろう、要は今我々のなんだろう、目にしているものとか周りに変わる環境が全てなんとなくデジタル化されてしまっているんだけれども、でまあその中で実はじゃあそういったデジタル化されてしまっている、なんかこう現代に対して、なんか人間が物を見るとか、そういう行為ですらももしかしたら我々は脳内でデジタル化してしまっているんじゃないかというようなことをちょっと考えて、でもまあでもこう0と1との間の中であるデジタル化というものを、実はこう人間はこう、この写真もそうなんですけど、当たっているところ、光が当たっているところと当たってないところ、また当たっているところと、まあその間の中で黒みたいなところも、実はこう脳内でこうリアルに、形をつけて、形づけて、なんかこうちゃんと物質として形として、ちゃんとイメージしてリアルにしているんだなという、まあちょっとデジタルとアナログとの融合みたいなことをちょっとなんかこうテーマにしてみようかなというようなことで、今回写真展をやってみました。はい、作品作って、はい。スウェーデン語にした理由は、スウェーデン語にした理由は、まあ、単純に、これ今回の写真展の前に、ハッセルブラッドジャパンギャラリーの方でも同じテーマで花を、モチーフでやってたんですね。で、まあハッセルさんでやるということもあるし、まあちょっとハッセルブラッドのカメラを使って、やったということもあるので、実はハッセルブラッドはスウェーデンのメーカーなので、まあ、そこで、まあ、ちょっとこうスウェーデン語がいいかなという、うん、要は何だろう、このタイトル見てこれ何ですかというような、うん、人から聞かれると、うん、まあ、そこで会話も膨らむし、なんかハッセルブラッドと、この今回の写真展がうまく融合すればいいなということで、スウェーデン語ということにしました。はい、なんか前回花のこれ、このこっちを撮ってもらっていいですか。写真集があるんですけど、花の写真もありますね。花の写真ある。うん。花の写真、花の写真、例えばこれとか、あ、ちょっと待って、あ、画面で見せないとね。やってるか、はい。あ、じゃあこれ、はい。これとかね、はい。これもまあ同じようにしてこうレーザーポインターで当てて撮って、まあやっぱり黒と白との部分しかないんだけれども、なんか花の形がリアルに見えてくるというような面白さがありましたね。まあ花の方がやっぱり花びらなんで、ちょっとこう素材というかね、薄いので、まあ光が透けてっちゃって、もう少しリアルには見えてきてしまうんだけれども、なんかこうちょっとこう見える部分と見えない部分とのところで、なんか想像する部分というのが出てくるんじゃないかなというふうに感じはあります。なんかまあそうでなくても、なんか単純に光がきれいとかそういったことでも、なんか皆さんにこう見てもらえたらなというふうには思いましたけど、やっぱ花の方はディテールがこう、そう、花の方はちょっとディテールが出て、逆にちょっと花はある程度ディテールが出ないと花って分かりづらかったりとかするので、そういった面では、ね、ちょっとこうヌードと花というモチーフの違いのでの撮り方というのはちょっと考えて、ちょっと変えて撮るということをしましたけど、
0と1の間っていう、うん、なんかこうファジーな空間を多分表現したいなって思ってるかもしれないですけど、なんかそれで合ってますかね。そう、合ってます。あのやっぱり見えない部分をどうやって想像するかというところがやっぱりこう写真の面白さだったりとかするので、まあそれをまあ直接的というかダイレクトになんか面白いアイデアでっていうのが今回のまあそういった作品のまあ本質みたいなところかもしれないですけど、なんか世の中的にもこうなんか白黒はっきりつけたいような政治とかなんか風潮っていうか、なんかそういうのもありますけども、なんかそれに対してはどう？あ、政治の話。政治の話。政治じゃなくてもいい。でもなんか、まあ会社の中でもそうだけれども、やっぱりこうでなくちゃいけないとか、うん、こうなってなくちゃいけないとかっていうことがやっぱり多くなってきていると思うし、うん、そのためのアプローチはなんかこう昔はこう、まあ、こうなっちゃったけどいいかみたいなところもあったりとかもしてるんだけど、うん、今はこうするためには、まあ、PGDA アクションの飲み指数ちゃんと作って、うん、そのためにちゃんとそこにちゃんと乗っ取ってやっていかないと、うん、というようなことが求められてきやすいのが、それは社会的にもそうだし、まあ、あのこういうアートシーンもそうだし、なんかもう少しこうなんか人が想像して何かしらなんかこうもっとなんかこう頭の中で妄想を繰り広げて、うん、なんかこう楽しいようなことができればもっと楽しくなるものになると思うけど、なんか直接的すぎちゃうなっていうのがあるかな、うんうんうん、あのなんつうんだろうね、なんかこんな難しい話をするところなんだけど、はい、なんか写真もなんかこう今なんか分かりやすいのとかっていうのが最近こうちょっとこう、うんうん、もてはやされたりとかしてるし、なんかこう作家性みたいなところとかね、そういったなんかこの人の考えは何だろうとか、どうしてこういう作品が生まれてったんだろうかっていう、ちょっとそういったなんだろう、バックボーンみたいなところだったりとかっていうことをちょっと想像すると楽しかったりとかするんだけれども、なんか花が綺麗とか空が綺麗とか、そういった女の子が可愛いとかっていうところの直接的な部分だけでなんかこう表現が完結してしまうのが、なんかこう最近の中ではちょっともったいない気がするし、なんかもうちょっとこれだけ情報がこうありふれた世の中になってきてるから、その情報をどうやって自分の中に取り入れて想像してアウトプットしていくかっていうことがよりできるのに、なんか直接的すぎるものが多いなっていうことはちょっと感じているかなと思いますね。なんかこの間知り合いの、その方は、そのアーティストの人は、ヤドカリに、うん、こう 3D プリンターで、うん、ヤドカリの宿を、うん、アクリルの透明なアクリルで作って、うんうん、それを海に返すっていう、うん、なんか活動、うん、あの面白いね、そこなんていうんだろうな、教会だったり、うん、宿が教会だったり、うん、ニューヨークの街並みだったり、いろいろそういうのを作ってやってるんですけど、なんかそれってその人のアートって結構自然任せなんですよ、うん、そのなんていうの、自分で全部コントロールしてるわけですね、うん、自然に全部半分ぐらいは自然に任せてるんですけど、うん、なんかそれってなんか宗教観とかも関係あるのかなっていう、なんか結構西洋の人とかだと全部自然を全て自分でコントロールしなきゃしたいみたいな宗教観があるんですけど、でも僕も半分自然に任せるっていうか、そのファジーなところを作るっていうのが日本の独特な感性なんじゃないかなっていうのを、あ、今彼女はニューヨークとか結構海外で活動してるんですけど、うん、そんなこと言ってて、うん、知り合いのイタリア の人もなんかそんなこと同じようなことを感じてるって言ってて、なんかそれと声がすごくリンクするんじゃないかなと思って、例えばなんとなく輪廻とか、うん、そういうなんかものがこう例えば生まれてなんか価値が与えられて、うん、それがこう時間が経つとともに滅びてまた再生してみたいなところっていうのはなんかちょっと日本人的な感じもするだろうし、もしかしたら池谷さんのなんか水中のヌードなんかも、まあ単純に水中でヌードということだけじゃなく、どっかになんかちょっとまあ黒バッグみたいなところがあるかもしれないですけど、ちょっと死生観みたいなところが、いやちょっと
どこかに死を想像させたりとか、うん、もしくはちょっと生きるということは何だろうかということを想像させたりするなんて僕の勝手な印象なんだけども、やっぱそういったことってどこか日本人的な感覚なのかなというふうに思って、やっぱヨーロッパに行ってからもうちょっとダイレクトになんか水の中に入ってビューティーみたいなことをやってしまうところを、なんだろう、ちょっとどこかちょっとこう心の奥底にある死みたいなところが少し感じるなっていうのが、やっぱ日本人が作っていくあの独特の表現かなっていうのも、まあ今回の作品もなんだろうね、どこかこうちょっとあのなんだろう、見えてこないからこそなんかどこかあの生まれ変わりの途中だったりとか、ちょっとなんだろうな、生命のこうこれから生まれていく過程みたいなところみたいなことがもしかしたらどっかにあるのかなっていう、なんかこの多分 2秒ぐらいですかね、20秒ぐらい20秒です、うん、20秒だからやっぱこうずれてるじゃないですか、うん、最初と、うん、最後 2回目来たの、うん、それが多分きっとこれ日本人っぽいなと、そこが日本人っぽいなと思ったんですね、うんうん、きっと他の国の人とかだったらきっときっちり合わせちゃうきっちり合わせるとか、ね、合わせちゃうんじゃないかな、うんうん、なんかそこら辺のね、なんかやっぱ要は心の揺らぎだったりとか、やっぱこう時間の経過みたいなところをなんか表現したいっていうのはやっぱり日本人なのかなというふうに思うし、他は全部真っ黒に包んでるのに、うん、なんかそこだけがずれてるっていうのが、うん、そういう感じがしました。まあそうですね、あんまりそんなことは撮影中は気にしてなかったけど、撮り終わったらちょっとこのやっぱりね、こうブレはいいなとかずれはいいなとか、あのまあここ直そうかなと思うところをいかに直さずに、うん、あのそのままあの今回も何も撮ったら撮りっぱなしぐらいな感じなんで、うん、トリミングも何もしてないで出しているから、なんかうまくなんかこう想像力をかきたてるためには何もしない方がいいなと思って、うんうん、あえてこう後ろにちょっと漏れちゃってる光とかもそのままだったりとか、うんうん、してますね。なんかもうね、あの撮影しているなんだろうな風景みたいなのはちょっと少し変態的な感じがするんだけどそれがいいですね、うん、これあのまあもちろんモデルと僕だけでは撮れなくて、アシスタントがいて、僕はピントを合わせてポージングをさせて、うん、ピントを合わせて、アシスタントカメラの後ろに立たせて、で僕が電気を消してこのペンライトでモデルさんのこう側面に立ってこう、いやじゃあ今からやるからシャッター押して、うんうん、でじゃあ入っていったらシャッター切って、うん、入っていったらシャッター閉じてっていうことを繰り返してやってるんですけど、なんかアシスタントいわくこう暗闇の中に女性にこう光を当てている様がものすごく変態だった、うん、そういうのね、それを想像するだけでも面白いですね。なんかね、こう、これはさすがに自分も変態だなと思ったら、ちょっとモデルさんこう足をこう開かせて下に潜り込んでなんか面白いものできるかなと思ってやってたら、あ、これはさすがにちょっと変態だからやめようかなと思って、でもうまくいったらもう一回やろうかなと思ったけど、そのなかなかあんまりいい絵が撮れなかったんで一回でさすがにちょっとやめたんだけど、いやさすがにちょっとこれだから女の人の股の下から光当ててる様もちょっと人には見させられないなっていうのでもそれ撮りたかったかもしれない、ね、でもなかなかね、全体的に今回あの3人のモデルさんを撮影したんですけど、なかなかこう楽しい、なんかそれぞれなんかあのやっぱり微妙にこうポージングの撮り方とか、体のラインの美しさみたいなところがそれぞれ違うんで、僕今こう見るとどれがどの子だったかがもうすでにもう分からなくなってしまって、うん、でだからなんかこう一人のモデルさんかなとか思って、実は3人だったりとかするんだけど、うん、なんかこうでもなんかよく見るとなんかこの子とこの子は違うなっていうのがあって、うん、で最初の3枚はやっぱりそのこう顔にしてるんですけど、顔にしてるんですね、うん、で顔にすることで、あ、これは3人の
モデルさんを使っているんだなっていうことがちょっと分かってもらいたいなっていうのと、なんだろうな、そのやっぱりこうフォルムだけを取ってるけれども、なんかもしかしたらフォルムではない何かそのモデルから出てくる、3人、うん、1人ずつ撮ったんですか、それとも、あ、うん、1人ずつ、1人ずつ、うん、それあれ2人かなって一瞬思っちゃったんですよね。どれ、あ、これ、それそれです、これ、あ、これはね、ペコ、お腹と太もものパーツ、うん、そう、なんかね、いっぱいセレクトするのも結構大変でしたけど、うん、もうちょっといっぱいあって、はい、なんか、これからの展望っていうか、なんか次こういうのやりたいとか、なんか、なんだろうな、普段広告で、はい、まあ化粧品とか、はい、モデルさんとか撮って、まあビューティーの世界やってるので、うん、まあこういった作品に関しては、なんかそういった広告的な手法だったりとか、そういうことをちょっと抜きにして、ただちょっとやったことないな、うん、誰も見たことないなっていうことを作品化していきたいなというのをいつも思っています。まあ、今回もそういった一連のシリーズですけど、まあ、それがどういうテクニックだったりどういう感性だったりとかするっていうのはまだちょっとこれからアイデアを練ってやるんですけど、まあ、なんとなく頭の中にこういうことすると楽しいかなっていうのがあるんですけどね、なんかこう、なんか僕30年ぐらい会社入って30年ぐらい経つんですけど、なんか大概のことはなんかしてるなっていうのを思ってるんで、自分でしたことはないことをしようかなっていつも思ってます。実はこのペンライトもずっと遡ると、これなんか池谷さんと最初に出会った裸って何ってんの時に、やってみたり、その1個ちょっと前にも、実はこうモデルさんの歯が赤く光ってるといいなっていうことで、面白い、いっぱいパシャッと撮った時に、その後何秒間かやっぱり歯にグワーッとこう当てて、歯が赤く光ってるのが面白いっていう感性が面白いと思って、うん、とか緑のペンライトで緑がーって当てたりとかしてやって、それ結構面白い写真撮れたんで、それ発表したりとかしてたんですけど、なかなかねそういったことまでやってたんですね。でその前は、大昔にライトペインティングみたいなことがやって、まあそれは高価な機材だったんで買えなかったんで、懐中電灯に筒つけて、いろんな光やってて、こうやって懐中電灯でやってるとかライティングしてたりとかしてたんで、まあそういったなんか昔やった引き出しみたいなのを引きずり出して、それをうまくパーツパーツでまとめ合わせて、なんか新しい表現できないかなっていうことなのかなと思います。なんか今新しい表現ってもうなんか生まれにくいじゃないですか。そうですね、誰かがやってるな、でもその誰かがやってるなっていうこともあるけど、自分で経験したテクニックをちょっとずつちょっとずつつまんでいくと、なんか新しいものができちゃったりとかするんで、うん、まあなんかいきなりゼロからもうというかは、なんか自分が30年やってきた中で、うん、ああ20何年前にこういうことやったなっていうことを思い出しながら、それを、うん、じゃあ今のこれとくっつけてみようかっていうと新しいことが生まれたりするのかなと思って、なんか次どうしようか、ちょっとこの30年の引き出しを今整理しながら、はい、考えています、はい、うん、でもまあちょっとヌードはやりたいけどね、うんうん、でもヌードは普遍的な点で、そうですね、モチーフなんで、そうですね、誰でもみんなやれる、そうですね、なんかあと時代がわからないじゃないですか、うん、多分これ10年後やっても見ても多分通用する作品、ヌードのなんかファッションにしちゃうと、うんうん、あ、これいつのって分かっちゃうので、ね、うん、これだったら10年後見ても20年後見てもそんなに古さを感じないので、うん、いいと思います。うん、じゃあまた今後も期待して、そうですか、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、何日前でしたっけ、これは10月の7日までです、はい、はい、土曜日、ちょっと告知お願いします、はい、あの本とかも10月の7日まで
やっています。実はパステルブラッドジャパンギャラリーでも同時開催で別の作品がありますので、そちらもぜひご覧ください。この写真集オンデマンドで作りましたが、会場で販売しておりますので3000円ですので、ぜひお買い求めください。もしこれ会期終わっちゃった後とか、会期終わった後でも注文受け付けます。10月中でしたら受け付けますので、あと展示作品も販売してますので、まだまだ多少残ってますっていう、はい、ぜひお買い求めください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。